始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組になっています。今回はこのような流れで進行いたします。まず最初に会社説明、そして5クエスチョンズ、そして就活生が本当に知りたいあの質問です。本日の企業は三菱 UFJ 不動産販売さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんに今聞いてるんですけれども、ここ1ヶ月で仕事で嬉しかったこと何かありますか、お二人。ちょうど新入社員の方々が4月の1日に入社式があって、ちょうどそこで私たちが採用をした方と顔を合わせられたのがすごく最近一番嬉しかったことです。ちょうど今研修期間っていうところですか。ちょうど研修が終わったぐらいですね。終わったぐらいなんですね、はい、じゃあ本配属はこれからっていうところ。そうですね、はい、もうちょうど、ちょうど今配属なんて今まさに配属されてるんですね、はい、結構、はい、全国のところにですか。首都圏と、関西とあと名古屋県の三大都市圏で配属になります。じゃあ去年携わった子たちが今、はい、今年、今生き生きと働いている様子を見ているっていうところなんですね。そうですね、働き始めて、はい、ありがとうございます。ではですね、今からいろいろ聞いていきたいと思います。ではまず本題に入っていきます。改めて最初に会社説明をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは私の方から会社説明の方をさせていただきます。当社三菱 UFJ 不動産販売株式会社と申します。はじめに私の自己紹介からしていきたいと思います。平井さくらと申しまして、2019年に入社した6年目の社員で、総合職で入社をしていまして、経歴としては 1,2 年目に新宿第一センターで、あと残りの2年間を練馬区にある大泉センターというところで勤務をして、ちょうど去年の4月から人事部の方で採用をさせていただいております。あともう一人、はい、私久保田翔平と申します。私は新卒の総合職で入社した7年目の社員でございます。経歴についてはですね、入社後、武蔵野市にあります吉祥寺センターというところに配属になりまして、約4年半営業をしてました。その後2022年10月からですね、この人事部に移動になりまして、採用のお仕事を携わっております。本日はよろしくお願いします。お願いします。本日この2人で今回イベントに出演させていただきます。ではまずは不動産業界について、なんとなくですけれども私の方から説明をします。大きく分けて不動産業界はスライドの通り3つあります。作る、広める、保守する。でその中に、例えばですけれども作るであればディベロッパーさん、開発ですね、あとは建物を建てて売るハウスメーカーさんなどが行う分譲があると。で広めるを飛ばして保守するっていうところですと、自社のビルなんかを管理する会社さんですとか、お客様のご自宅を修理するリフォームさんですとか、そういったところが保守するというところに分けられます。でその中でも当社はですね、真ん中、広める、流通というところを担っておりまして、当社は賃貸ではなくて売買仲介、売買する物件を取り扱う、そういった会社でございます。じゃあ売買仲介って何という話になってくるんですけれども、基本的には売りたいお客様、買いたいお客様がいらっしゃいますので、それぞれ売りたい方にはじゃあお家の調べて、それに合ったお値段を査定をさせていただいて、その上でどういった売り方をするか提案をする。で買いたい方には実際に見ていただきたい物件を紹介して、気に入れば現地を案内して、最後それを踏まえた上でお金のところですね、こちらでも計画をさせていただいています。そういった結構ご要望に沿ったご提案というものをしておりまして、双方の売り主様、買い主様のニーズが合致したところで初めてご契約というところになってまいります。その一言に契約と言いましても、いろいろね、思うところがあったり、売りたい方は高く売りたいし、買いたい方は安く売りたいし、なかなかお家という一生で何回もお取引をするところではないので、お客様の信頼や信用にお応えしながら、安心できる会社なのか、安心できる担当なのか、そういったところに私たちも責任感を感じながらですね、結構大きなお金動きますので、契約した際にはやりがいを持ちながら、売買仲介のお仕事を日々私たちは活動としてしております。
で次にですね、当社三菱 UFJ 不動産販売のネットワーク、そして皆さん気になると思いますどこに出店をしているのかというところを説明いたしますと、基本的には個人、いわゆるリテール、あと法人、どちらも担当をしております。一つの店舗でどちらも担当しております。なので、どちらかに振り切るというよりかはまんべんなくいろいろな物件を扱うことができます。そしてエリアとしては首都圏、関西圏、名古屋圏の三大都市圏、そしてどれも比較的ですね、駅から近いところに店舗を構えて出店をしております。全国展開ではないのでそこだけご注意いただければいいかなと思います。気になる方はぜひ調べてみてください。で、当社の特徴について簡単にお話をしますと、当社は三菱 UFJ フィナンシャルグループというグループの一員です。で、その三菱 UFJ フィナンシャルグループでは唯一の総合不動産流通会社ですので、今こちらに出ているような銀行とか信託銀行、モルガンスタンレーさんのちょっとこうニーズの高い顧客層を相手にですね、そこの組織力とか、あとは顧客基盤、そしてまあお互いに信頼性をまあ大事にしながらですね、質の高いソリューションを協力し合いながらお客様に提供している、そんな会社でございます。最後に今後の予定について簡単にお話しさせていただきます。まず当社が用意しているビジネスアカデミー3つコースがあります。 A コースは基礎コース、いわゆる不動産流通業界のもう本当ベーシックなところですね、お伝えをします。もう少し興味があるなという方も、逆にあんまりピンとこないなという方も、業界何にしようかなってまず考えている方、ぜひ参加していただければ、分かりやすく私たちがお伝えをしています。で、B コースですね、資産運用コースというものも用意していて、 A コース、いわゆる基礎のコースの参加者限定で開催しているものです。少し一歩踏み出した資産運用のコースになっています。当社がより何をやっているのか知りたい方はこちらの B コースもぜひおすすめです。最後に C コース、相続コースですね。当社ならではの相続案件というものが結構多いんですけれども、そういったところどういう流れで相続からの売買につながるのか、そういったところもなるべく分かりやすく丁寧に解説してますので、気になる方、そして他のコースを受けた方はぜひこちらもおすすめのコースになっています。で、ワンデー仕事体験、今のビジネスアカデミーの開催につきましてはオンラインで行っております。で、順次日程については開催していきます。内容としては先ほど少しお伝えしましたけれども、基礎を学ぶ、そして皆さんが案件の担当者となってお客様への、ご提案のシミュレーションみたいなものを行っていただきます。で、予約受付についてはワンキャリアサイト、もしくはこちらに出ております QR コードからエントリーをお願いします。まずはマイページに登録していただいて、そのマイページに届いたご案内を見てぜひ参加していただければ嬉しいなと思っております。以上で私の方からの会社の説明、そして今後やっていくビジネスアカデミーの解説について以上で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございます。さて、ここからはさらにいろいろと深掘って聞いていきます。改めて今回のトークテーマを見てみましょう。こちらです。こちらの5つの質問をご用意しました。ではまず1つ目の質問はこちらです。自社だから解決できるお客様のニーズや課題は、こちらお伺いしていきましょう。三菱 UFJ フィナンシャルグループということで、おそらくね、だからこその強みがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、こちらはいかがでしょうか。はい、そうですね、やっぱり三菱 UFJ のフィナンシャルグループの一員だからこそというところなんですけれども、やっぱり不動産をこう売る買う、だけではなくて、こうそれに付随する、例えばお客様の資産運用の、お話ですとか、さっきもありましたけど、相続に関わる相続の中のこう不動産のお話とかですね、なので不動産を通してお客様の資産運用とか、ご相続とか本当幅広い、サービスといいますか、お悩み解決に、携われる、解決できるところなのかなと思います。
なるほど、そのファイナンス部分からも解決できるっていうところですね、はい。まあ、そのだから、まあ、お客様のニーズとか課題ってどういうものを解決されることが多いですか？あ、そうですね、例えば、のご相続の話でいうと、ご相続を起こる前にこう備えるために、例えば資産のこう整理というか、で不動産をじゃあご売却しましょうっていう話だったりとか、あとも実際にじゃあご相続が起こってしまって、でじゃ あ, 納税資金が足りないので、じゃあ不動産を売って現金化しないといけないですねっていうところのお話だったりとか、まあ、なんで不動産を通してですけれども、まあ、ご相続ある程度こう全般にかかるところだったりとかですね、まあ、具体的にそんなところかなと思います。なるほど、相続とかそういう部分なんですね。なんか正直不動産ってたくさんあるじゃないですか。ありますね。で他社さんと何が違うんだろうって思ってたんですけど、そこがやっぱり一番の違いなんですか？そうですね、相続きっかけの方も多いですし、逆にこう、まあ、富裕層の方を顧客として当社は持っていることが多いので、相続に備えて今持っているこのいくつかの物件をちょっと整理したいなとか、収益物件一つにまとめたいなとか、そういうお客様のニーズっていうのもあったりします。そうなんですね。やはりその相続とかそういう、ま、税金対策とかそういう部分でやはり相談されるお客様が御社だと多いっていうところですかね。そうですね、中には結構いらっしゃいますね。なので本当にもちろんこの家を家というか住宅住むところを買いたい売りたいって話もあるんですけれども、まあ、それだけじゃなくてとか、それに付随する、まあ、税金の話の、まあ、もちろんご相談も受けますし、なので本当に売る買うだけじゃない幅広いところは多いかなと思います。まあ、そこが、ね、まさに御社だから解決できるお客様のニーズだったり課題っていうところなんですね。ありがとうございます。続いての質問に参りたいと思います。続いての質問はこちらです。不動産販売の営業イコール家を売るだけじゃないの？こちら家を売るだけじゃないですか？ね、ちょっと難しいんですけれども、まあ、一重に家を売るといっても、まあ、いろんなところを調査したりだとか、それに付随して例えばじゃあ、まあ老人ホームに入りたくてとかっていうご相談があればもちろんその相談にも乗りますし、お家だけではなくて土地とかビルとか駐車場とか、結構何でも屋さんって言ったら変ですけども、いろんなものを取り扱いますし、いろんなことをしています。ちなみにそのお客様はどういう人で、まあ、具体的に扱う物件とかそういう、まあ、土地以外の、まあ、物件ですね、どういったものを扱ってるんですかね？そうですね、お客様層としてはもちろん例えばですけど結婚なさって、新居が欲しいんです、まずマイホームっていう方であれば30代半ばとか、中には前半の方とか、まあ、お子様が生まれたての方とか、そういった世代の方々をお相手する場合も多いですし、一方で銀行の顧客の中で我々の方にお話があった方ですと、80代とか60代とか、結構そういった年代層の方々もいらっしゃるので、多分その方々も例えばまあ会社の偉い方とか、そういった方が相手になってきます。扱う物件というと普通にマンションとか戸建ての他にも何かあったりする？そうですね、今おっしゃったマンション戸建てももちろんやりますし、新築物件も文字出ていればもちろん扱いますし、あとはまあ通常、少し経験を経てからにはなりますけれども、収益物件いわゆる一棟で例えば中に何部屋か入っているようなものですとか、中にはとても大きい例えばもう100部屋ぐらいあるような大きめの一棟ですとか、まあ、そういったものもありますし、あとは倉庫、いわゆる少し、道路沿いのこういう企業様が持ってらっしゃる倉庫の売買とか、そういったところに携わる場合もあります。そうなんです、結構物件といっても結構幅広いんですね。本当に幅広いですね。ちなみにちょっと戻るんですけれども、コンサルティング営業、お二人はコンサルティング営業というものをされたということで、これって普通の営業とは何が違うんですか？コンサルティング営業とは。そうですね、当時はコンサルティング営業って言うんですけど、なのでその今出てる通り家をこう売る買うっていうところだけじゃなくて、例えばこうお客様が本当に求めてるところ、なんで家を売りたいのかとか、なんで買いたいのかっていうところをしっかりこう汲み取りながらといいますか、なので、当社が仕事してる中でも結構富裕層のお客様多いんで、不動産を何個か
持ってますという方がいて、もちろん全部売っていただいた方が当社は利益になるんですけども、まあここは売らなくていいですよねって話をして、じゃあここは例えば不要だから売っていきましょうという話をしたりとか、なのでこうその人に合ったご提案をしていきたいという意味でのまあコンサルティング営業って結構いう話をしてますね。ことなんですね、はい、なのでただもう販売だけじゃなくてお客様とより、まあ、お客様に寄り添ってこう提案をしていくっていうところでコンサルティング営業っていうところなんですね。そうですね。具体的にどういう相談に乗っていくというか、そうですね、例えばなんですけれども私のお客様で、もう、まあ、ちょっともう60代後半とか70代とかのご夫婦、もう娘さんも大きくて家を出られてて、でお隣に実家があって、そこはもうお母様が亡くなられちゃったんで空き地のまんまですと。ただ売るのはなんだかなみたいな、しかも今すぐに動く気にもなれない、5年後ぐらいでいいんだけどな、ただ不動産屋さんに言ったらもうすぐにわーっと電話かかりそうだから怖いのみたいな方が、まあ、銀行員さんにまずちょっとちょろっと相談して、いい子がいるからということで私がこう登場をして、まずその方のちょっと悩んでるところとか、実はねこういう病気したりとかあってみたいな話から入って、あそれは困りますねみたいな、ちょっと少しずつですけど間を詰めて何をするのがいいか、結局その方は半分売って自分のお家をちょっとよく建て替えじゃないけど補強というかリフォームするっていうふうにお金を使っていくことにしたんですけど、最初はなんでその方は全部売って新しいちょっといい立地に住みたいっていうニーズだったんですけど、結局話を聞いたらそれよりはそっちの方がいいかねっていう話になったりするので、結構カスタマイズするようなイメージが近いかもしれない。なんかすごくやりがい感じそうですね。そうですね、うまくいけばとっても嬉しいですし、それで多分最後は結構お二人も娘みたいに接してくださるので、こう庭になってるフルーツくれたりとか、なんかちょっと、私が来る時だけはちょっといい紅茶実は買ってるのとかそういうなんか心をなんかこちらにも配ってくださるんだなっていうのは感じる時は嬉しいなと思います。結構関係構築ができるような。そうですね、本当に契約してバイバイっていう感じではないので、そのあたりはやりがい持てるかなと思います。で割とこうショート期間というよりは長く付き合っていくようなお客様が多いという感じなんですかね。そうですね、やっぱりこう1日2日1週間の話ではありませんので、まあ、スムーズにいてもやっぱり例えばご売却購入とかするのも3ヶ月、まあ、もうちょっとかかるケースありますし、やっぱり結構探してる不動産がこだわり強い方だと、もう1年以上探される方もいらっしゃいますので、そうするとこうずっといろいろやり取りをさせていただくので、まあ、長いお付き合いがやっぱり多くなりますね。いった意味でもね、いろいろお話をされていくっていうところでも、ね、家を売るだけじゃなくてもう人と人とこうつながっていろいろ一緒にこう提案をしていろいろ解決問題というか、まあ、解決をしていくっていうところなんですね。はい、ありがとうございます。それではですね、3つ目の質問に参りたいと思います。3つ目の質問はこちらです。営業で大変だった、やりがいを感じた瞬間は。こちらお二人にお伺いしたいです。お二人営業経験4年半ということで、いかがでしたか、やりがいまたは大変だった瞬間。はい、じゃあ久保田さんから。はい、はいはい、そうですね、さっきもちらっとお話した、その結構やっぱりこだわりのあるこういう不動産を買いたいっていう方がいらっしゃってですね、それこそ本当1年半ぐらいですかね、ずっとこうやり取りをいろいろさせていただいてて、こう物件を紹介するんですけど、ここがこうがいいと、ここがこうがいいっていう話をいろいろ聞きながらですね、で合う物件を結局ご紹介してご購入いただいたんですけれども、こうやっぱりこうずっとこだわりが強い中でいい物件をご紹介していただけて引っ越せましたと、ありがとうって言っていただけたのは、まあ正直大変だったんですけれども、すごくやりがい感じましたし、やっててよかったなって思う瞬間だったかなと思います。そうですよね、まあ、お客様にとっても物件を買うって大きな決断ですもんね。はい、そうですね、やっぱりこう人生で1回、まあ、せいぜい2回ぐらいの話だと思うの で、で金額も大きいですし、はい、なのでやっぱりお客様にとってもこう一大イベントなので、やっぱりそれだけ大事なことかなと思いますね。やはりその御社だと結構扱う金額も大きいものが多いんですか。そうですね、結構多いです、まあ、もちろん普通の戸建ての住宅の価格のものもありますけれども、さっき申し上げたように富裕層の方というか、結構多いので、まあ、何億するような不動産もありますし、ものによっては何十億っていうケースもあったりはしますので、本当に
大きい金額帯のものもあります、ね、なんかそういったものを、ね、こう担当ってなると結構緊張するんじゃないですか、はい、そうですね、あの引き締まる思いというかいつもこう気を張りながらやってますでもやりがいも感じそうですね、はい、平井さんはいかがでしょうか。そうですね、私売った中では一番、まあ、大きい価格帯の案件をした時に、うん、結構その方のもう本当ご実家、もうその生まれ育ったお家、いいところの、立地だったんですけれどもを売ると、で結構まあしっかりした建物が建っていたりとか、うん、まあ、道路にいろいろな条件がついていたりとか、あのそんな中でおすすめ話を進めていたんですけれども、結構その方はどちらかというと性格的には細かめの方で、うん、こうメールのやり取りもすごくこう内容をたくさん詰め込んで、私にここが心配でとか、これはどうなしたらいいんでしょうか、私はどうやって動いたらいいのかとか、そういうところをすごく一つ一つ聞いてくる方だったので、多分私ではね処理できないこともたくさんあったので、うん、すぐ上司に言ってこういうのが来てるんですけど、どうやって解消して、ここまでは考えてるんですけど相談してここはこうやって変えていいと思うよとか、いろんな相談に乗りながら本当メール一つぐらいずつ、相談しながら対応していって、結局掲載まで全部お取引が終わって、でそれ終わった時になんか実はこっちも本当は言ってなかったけど持ってて、建て替えとかも考えてるんだけど、そういうのって紹介してもらえたりするのかな、次のお話につながるような相談をいただけたので、なんかこうやりがいというか大変だったけどもやってよかったなっていう気持ちにはなる。頑張ったからこそ新たなつながりが生まれたんですね、はい、また、ちなみに先ほどね、あの上司の方っていうお話もありましたけども、結構やっぱり相談乗ってくれる方が多いんですか。多いですね、結構多いですね、はい、何か困ったことあって相談したら、あのすぐこうお答えいただけるというか話していただけますし、まあ、上司のみならず、まあ、私の場合は結構先輩とかもそういう人が結構多かったので、まあ、忙しそうな中でも聞いたら教えてくれる人結構いましたので、すごいありがたかったですね。じゃあ結構フォローしてくれる環境があるんですね。 ありましたね。その直属の別の隣の課の方も一緒に動いたりとかしてる中で、私がもう買い付け取りそうとか忙しそうだったら、ここはもう俺が行っとくから、そっちの案件に行ってきなみたいなのを言ってくださったりとか、そういう先輩も多いですね。優しいですね、結構ね、あの扱う金額大きいと思うので不安になることも多いんじゃないかなと思ったんですけど、そういうね心強い存在がいると安心ですね。ありがとうございます。それではですね、続いての質問に参りたいと思います。続いての質問はこちらです。仲介事業ってどんなスキルが身につくの、こちらお伺いしたいです。どうですか、結構いろんなスキルが身についたんじゃないかなって思うんですが。そうですね、あの本当にいろいろ身につくと思います。まあ、もちろん私もまだ勉強途中なので、なんですけれども、まあ、不動産の売買を通してという話だと思うんですけど、まあ、銀行系のさっきのグループになりますので、それこそこう銀行の中であるようなその資産運用の話とか、まあ、相続に関わる話も多分こう不動産の仲介をただやってるだけだとわからないところだと思いますし、それを通してじゃあ、 あの日本経済がどうなってるのか、不動産の市況がどうなのかとかですね、なので結構本当幅広いスキルというか、まあ、知識が身につくかなと思います。例えば金融でいうとどういうスキルが身につきます？ あと資格、例えばあそうとか、ですね、資格でいうと、あのもちろんまあちょっと前提としてなんですけど、宅建の資格は、まあ、当社は不動産会社になりますので、まあ、必須でこう総合職皆さん取っているところなんですけど、その他でいうと FP の、 あのファイナンシャルプランニング技能士、の資格は当社も大事にしているところなので、結構そこから金融の知識を身につけてっていうところもありますね、なのでそうですね、あと例えば法人をこう担当するようになると、法人のこう決算書みたいなのをこう分かるようにならなきゃいけなかったりとかっていうのもありますので、まあ、大変ですけども、はい、あの身につくところは多いかなという感じですね。それって何年目までに取るのが普通なんですか、大体。 B は B は大体なんかもし早い子だと 1,2 年目で取ったりとか、私も多分3年目の時に FP に、なんかこう昇格要件になっていたりするので、それはまあ自分の任意でやる気次第で取ってっていうような形になるかなと思います。宅建は大体 1,2 年目で、内定者時代ももちろん私たちもサポートしますし、そこでダメでももちろん1年目もしっかりしたサポートをしているので、そこの2年間で取る方が多かったりします。
不動産関係だとね、どうしても大学時代に宅建取っといた方がいいのかなとか思われる学生さんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、別にそこは入ってからで、はい、そうですね、いいですね、こちらがサポートします。ちなみにその、研修とかサポートってどんな感じですか？はい、新卒まさに冒頭でね、はい、今研修が終わったっていうところだったんですけど研修は結構手厚く当社はあります、総合職だと入社して1ヶ月間こう本社研修みたいなの、新入社員研修がありまして、そこで基本的な不動産のこう基礎的な知識もそうですし、社内的なシステムの研修もあったりとかですね、あとこう物件の調査といって、現地調査をする研修とかっていうのもいろいろやっていったりしますので、手厚くいろいろ教えていただけるかなと思います。あと、こう現場配属になった後も、もちろん定期的なこう集まる研修はあるんですけど、結構動画をこう自分の営業の隙間時間で見れる、ツールがあったりしますんで、そこで結構例えば税金の変わったところの研修とか、建物のこう例えば詳しい動画を見た研修とかっていうのもありますんで、いろいろそう知識をインプットする時間はあるかなという感じですかね。じゃあ結構そういう動画を見て皆さんインプット常にされているという感じなんですか？はい、もう結構多いかな。そうですね、しかも多分1年目の時は1ヶ月に1回ぐらいずつこう同期顔を合わせて編集に集まって、いいですね、なんでこう進捗度合いによってこんなことも学んだらいいんじゃないみたいな研修を用意していますし、2年3年4年と、少しずつその1ヶ月に1回って頻度ではないですけど、ある程度研修で同期と顔を合わせられるので、結構私はその研修は好きでしたね、会えるのでみんなと。そうですよね、そこでモチベーションも上がりそうですね。上がりましたね、やる気も、出そうですしね、皆さんとお話できることで。ありがとうございます。ちなみにその新入社員、その研修サポートを受けた後ってどういうことをされるんですか、新入社員の方は？まずは配属についてなんですけども、ちょっと新卒 1,2 年目の若手チームみたいなところに配属になって、そこにこう専属の OJT がいて、その上にその専属の課長がいるっていうようなチームで動いていきますので、まずは当社にネット反響があった方がいればそれが割り振られて、まずちょっとじゃあ査定やってみましょうかと、本当一歩第一歩のところから OJT とついて、ただもうその部分についてなんですけど、もう主担当として、携われるので、もし契約になればもう自分が主担当で、ただ OJT はぴっちりついた状態で契約の流れが全部わかると、そういうような形態を取っているので、本当1年2年かけて一人前になっていくというような、そういうカリキュラムになっています。だから安心ですね。そうですね、ありがとうございます、今聞いて結構、ファイナンスから不動産関係からいろんなスキルが身につくんだなっていうのを皆さんすごく理解されたかと思います。ありがとうございます。では最後の質問に参ります。最後の質問はこちらです。三菱 UFJ 不動産販売にはどんな人が向いているの？こちらいかがですか？どんな人が向いてると思いますか？平井さん。はい、素直な人は向いてると思います、はい、多分我々仲介業なので、間に入ったりとか何かをそのまま伝えるとかいうことが必要なんですけども、多分最初は特に何もわからないので、ちょっと変なところで嘘ついちゃったりするとその嘘覚えてなきゃいけないとか結構大変なので本当素直にその現状をお伝えできるっていうところだけでもあれば、もうすぐにでも営業マンに、いい営業マンになれるんじゃないかなと思います。サポートする体制は万全に整っているので、素直さが大事、はい、久保田さんはいかがでしょうか？はい、そうですね、あと、元気の良さっていうのも大事かなと思います、ね、元気の良さ、やっぱり営業でこうお客様にお会いしますって、やっぱり暗い静かっていうよりはこう明るく行った方がもちろん営業としての印象もいいですし、周りもこういい雰囲気になりますので、元気の良さですかね。もちろん最初こう何も仕事わからないじゃないですか、なんでこう元気よく来てくれたら、受け入れる側というか先輩としては気持ちいいなと思います。そんな人は向いてるかなと。不動産営業と聞くとまさにね、本当にそのようなイメージがあるんですけど結構やっぱ体育会系なのかなって思うようなイメージもあるんですけど、ここどうですか？体育会系な感じ、すいません、元気の良さって言いましたけど当社はそんなことはないと思ってまして、やっぱ世間的には結構その体育会系でというかこうガツガツしたって印象強いかと思うんですけども、結構アットホームというか優しい雰囲気はもちろん、あるなと思っていて、いろんな人がいろんな話聞いてくれるし助け舟は出してくれますし、
なので本当に個人でというよりはこうみんなでこう、うん、アットホームというワードになっちゃうんですけど、はい、の雰囲気かなと思いますので、そんなガツガツ感はそんなないよね。そうですね。見た目っていうと良くないと思うんですけど、うん、私が今まで会ってきた先輩たちはなんか少しこうちょっと銀行員っぽいというか、うん、なんか不動産屋っぽくない、いい意味で、うんうん、なんかこうちょっと公務員っぽいというなんかそっちみたいな柔らかい雰囲気の営業マンが多いかなと。まあ、その中にこう人によっては自分のスタイルを貫いてこうガツガツ行きたい人もいるし、ただこう、うん、あんまり私が会った中でそういう印象の方は少なかったなって思います。でも銀行っぽいっておっしゃいましたけど、やっぱまさにね、あの金融の DNA があるからっていうところがねあるんですかね。多分一緒に帯同して一緒にお客様のところに行くことも多いので、似てくるんですか、うん、そうかもしれない。お客様ともこう同行するとやっぱ同じような雰囲気で三菱 UFJ としてのこう話になりますので、うん、やっぱそういうところもあるかもしれない。そういった雰囲気があるんですね。ちなみにその活躍されてる方っていうのはお二人から見てどういう方ですか？そうですね、例えばフットワークの軽い人といいますか、やっぱりこうお客様からのご連絡はよくいただきますので、例えばこういう相談があるんだけどって言われた時に、じゃあすぐ今から行きますって言ってこうお客様の元に駆けつける人だったりとかっていうのはやっぱりできるなと思いますし、活躍されてる方かなっていうのはありますね。なんか私のイメージなんですけど、内覧したいとかって言ったらすぐに自分の日程行ったら、ね、来てくださるじゃないですか、まあ、結構そういうイメージがあって、そうなると結構仕事とプライベートのバランス取るの難しいんじゃないかなと思うんですけど、休みとかってどうですか？取れます。取れます。うち結構そこが厳しくてですね、もし、基本的には週休2日なんですよ、はい、水曜定休のお店と日曜定休のお店があって、そこと水曜日ともう1日とか日曜日ともう1日とかで各週ごとに結構変えれたりするんですけど、まあ、営業マンなので、うん、その日休みだったけど出なきゃいけないとか、そういう場合はその取り切らなきゃいけないその期限が あって、はい、なので次の週で3日休むとか、そういう形で休んだりとか、あとは当社はまあ不動産業者なんです、仲介会社なんですけれども、祝日は全部お休みなので、つい私たちもゴールデンウィークあって、はいはい、でございまして、しっかり休んで、はい。あとは有給と3連続休暇っていうものも使わないといけない決まりがありまして、3日間連続した休暇を取らないといけないので、それを1年間の間でどことどの休みとつなげるかっていうのが結構みんなの一大イベントだったりするので、結構お休みは、そうですね、なので、まあ、仕事するときはもちろんしますし、で休むときはしっかり休めてますので、はい、なのでこうずっと働き詰めできついっていう感じではないかなと正直思ってます。聞いてるとかなりワークライフバランスはしっかり保たれているという感じがしますね。うん、ありがとうございます。それではですね、ここからは最後のコーナー、就活生が本当に知りたいあの質問に移っていきましょう。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施しピックアップした一問についてセキララに語っていただこうというコーナーです。今回はこちらです。初期配属の勤務地は、こちらどうですか？初期配属の勤務地ってどこですか？はい、そうですね、当社が店舗を展開しているのが首都圏と名古屋関西圏という、まあ、三大都市圏になりますので、今日そのいずれかという形になります。で、こう先行で進んでいただく段階で希望の勤務地はお伺いしますので、そこでもちろん当社は考えていくんですけれども、とはいえやっぱり総合職のお仕事です と、当社はまだこう例えば首都圏確定とはなってませんので、まあ、場合によっては首都圏希望だったけど、名古屋関西の配属になってしまうケースは正直ゼロではないです、はい、まあ、ただそんなに多いわけでもありませんので、大きくご心配はいただかないで、はい、欲しいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとゼロじゃないので、はい、そこはお伝えしたいところですね。ただ首都圏名古屋関西の中で配属になります、いずれか3つということですね、はいはい、そうですね、はい、ありがとうございます。さてそろそろお時間がやってきてしまいましたので、最後にお二人から告知お願いしてもよろしいでしょうか？はい、ではまた重ねてになりますけれども、当社の今後の予定についてです。ビジネスアカデミーの A 基礎コースというものを用意しています。
不動産仲介業界について、あとは当社のやっていることについて、本当にゼロから1から全てお伝えを分かりやすく噛み砕いてしています。でそこに出られた方にはビジネスアカデミーの資産運用コースですとか相続コース、そういったより知識を深めるようなコースも用意してますので、少しでも迷っているとか、ちょっと冒頭の説明正直忘れましたとかっていう方もぜひ参加していただけると、業界研究進められるかなと思います。ワンデー仕事体験ビジネスアカデミー A オンライン基礎コースは Zoom で、オンライン開催をいたします。で皆さんが当社の担当者となってお客様のご提案をしていただくシミュレーションのスタイルになっております。予約についてはワンキャリアサイト、もしくはこちらの QR コードからエントリーをお願いします。でマイページにご登録いただけていれば、今後随時、日程等はそちらからお伝えをさせていただきますので、まずご登録をお願いします。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。本日はありがとうございました。ありがとうございました。